皆さんこんにちは、バッカントリー裸の太田です。今日は和刊なんですけども、先日トレースラインという和刊を僕が愛用していて、これはいいよっていうご説明をさせていただいたんですけども、その後でですね、マジックマウンテンさんからこういう商品もあるよっていうことを実はですね知らなくて教えていただいたような感じで、そのご紹介をしたいと思います。で、先日ご紹介させていただいたのはトレースラインっていうモデルで、フロント側がですね少し反り上がっているような感じのもので、まあ僕はそれをずっと使っているんですけども、それとあとネイジュっていうまっすぐフラットなタイプがありますよというご説明をさせていただいたんですけども、そのフラットなタイプに新しくですねラッセルっていうモデルがあって、それはこのベルトのところが PU 加工をしてあって、少し細め、従来のネイジュとかトレースラインのベルトよりも細めで硬い PU 加工をしているベルトが新しく採用されている、これはラッセルというやつなんですけども、このモデルがですねアイゼンをつけてこの和冠をつけるっていうのには非常に最適であるということで、基本的な構造は変わらないんですけども、この PU 加工のですねこのベルトがどうしてもアイゼンの爪がですね、トレースラインもそうなんですけど、もう少し太くて、この PU 加工をしていないベルトでどうしてもこうアイゼンの爪がですね引っかかったりとかしてこう踏んでしまったりとか、刺さってしまうとほつれてきたりとかするんですけども、これ細くなっているのでアイゼンの爪もかわしやすくなっていて、でさっき合わせてみたんですけども、スポッとこうアイゼンの爪がかわした状態でつけやすいということで、非常に使いやすいなということでちょっとご紹介なんですけど、基本的な構造は変わらないので、これが多分これ今後はこの PU 加工のこのベルトが主流にはなってくると思うんですけど、早くトレースラインとかもこれにしてほしいなという感じはするんですけど、まあ雪のダマがつきにくいのと、とにかくアイゼンをつけるときに引っかかり、爪が引っかかりにくいですね。爪が引っかかって踏んでしまうと破いたりしてしまうんですけど、そういうのがしにくく、かわしやすいっていうか、非常にこれはつけやすいベルトになっている。パイプの構造はネイジと同じなんですけども、この PU 加工のベルトがついているやつはラッセルというモデルになっているということで、まあうちのお店でもですねこのラッセルもおすすめはしていこうかなと。まあネイジとこのラッセルとトレースライン、どれも基本的な構造同じで、どれもいいものなので、どれも冬山で使えますので、このマジックマウンテンさんの和冠はおすすめですよということの中で、僕はトレースラインっていうのを使っていると。で、新しくこのラッセルというモデルも出ていますので、こちらももし興味があれば使ってみてはいかがでしょうかということで、そのご紹介でした。一応ですね3モデルあります。そのどれも普通に雪山の和冠として使えるものなので、どれを選んでも別に間違いはないと思いますので、どうぞよろしくお願いします。特に僕はだからトレースラインが絶対いいっていうわけじゃなくて、このベルトはいいですね。これあとこのベルトだけでも販売されていて、トレースラインもですねこのベルトをつけることができるので、僕のやつはそれに付け替えようかなとも今考えています。非常にいいベルトですね。で、この金具、取り付けるこの黄色いベルトは変わらないんですけども、とにかくこのフロアのですねデッキのところのベルトが良くなったぞというのが、ラッセルというモデルです。うちのウェブのサイトの方でも紹介はしていこうと思いますので、また参考にしていただければと思います。それではまた。